こんにちは。障害者のための授業を始めたいと思います。今日は6次元目です。今日は令和元年9月2日月曜日、晴れです。今日はね、いい天気です。今日は最後の高次機能障害の最後の授業になります。最後、社会的行動障害ね。これ僕自身はね、ないと思いますね。それまでは全部当てはまってたんですけど、これはね、ちょっと僕ないと思います。どういうことかというと、興奮するね、何か言われてすぐカッとなるとかで、ね、それでまた暴力を振るうね。で、思い通りにならないと大声を出すね。小さい子がね、勝手勝手言ってね、だらこれてね、お母さんダメダメ言ってね、なんだか大きな声で泣いてね、ああいう風な行動を取るそうです。で、自己中心的にやるね。これね、入院してる時ね、リハビリ受けてる時、こういう人いました。いたけど、その人が原因とはね、僕は思ってません。その人はね、しゃべれないです。しゃべれないというか、まあ根気強く付き合ってたらね、おはようとか、おはようと言ってくれるんですけどね、それもおはようじゃなくて、おはようとかね、なんかリズムカルに言うたらね、反応してくれるんですよ。普通におはよう言ってもね、なかなか、なんでそういう言い方になったかなと、作業療法士さんがそういうふうに、おはよう言って、その人とね、話してるのをちょっと見かけてね。で、僕もその人自体がね、こういう暴力を振るうとかね、こういうのがもう病院内で広まってたんでね、僕自身もあんまり近寄ったらあかんなと思って、まあ目もなるよか合わさんようにしてて、で、ある時そうやって作業療法士さんとその方が、部屋じゃなくてちょうどね、休憩、みんなが休憩するスペースの机のとこで2人でね、リハビリしてたんですよ。で、その様子をちょっと見てたらね、そういうふうに、おはよう言うたらね、向こうもおはようってね、まあその後もなんかやりとりしててね、で、この興奮する暴力を振るうってね、これ僕の担当の理学療法士の先生が、その方もね、担当してたんですよ。で、この先生が僕に対して、あの人危ないから近寄らんと気合いで、なんで言ったら、ちょっと頭おかしいからって、なんかそんな言い方してて、で、このリハの先生はちょっと厳しい指導がね。で、その方ともうやってる時見たけど、もう怒らすような、なんかそんなものの言い方ねしてました。だからこれはね、多分その人は当てはまんのは、興奮して暴力を振る、まあ声は出さないからね、この辺は大声を出すとかないし、自己中心的、この辺も別にないと思うんです。ただ興奮させるにはね、本人がするによって、もうリハの先生が興奮するよう、また暴力を振るようにね、持っていってました、これマジで。で、作業療法士の先生はちゃんとね、その方の
気持ちとかこういろいろね探るというか、どういうふうな思いがあるかこうね、表情とかね、喋れるも表情でね先生は分かるから、だからリハの先生の態度でね、この人は興奮する、暴力を振るう、これはねこの先生だけです、先生だけです。他の人にね暴力振るうとかねないです。たまにねヘルパーさんで この人がこういう人だってね刷り込まれる人はちょっとねこの人に対して、嫌な態度、そんな時はねこの人を怒って机叩いたりねしてました。だから社会的行動障害いうのはね第三者によってこういう風な状態に持っていかれてると思うんですよ。この記憶障害とか注意障害とか遂行障害とね、これは多分ここで線入って分かれます。これは自分のね脳の損傷でこうだったり、これはね自分が喋れないとかね、自分の気持ちがなかなか伝わらない、そういうこと でまたきついね嫌なリハビリを強要されたりして、そういう結果興奮するとかね、そのせいに対して暴力を振るとか、ね、だから先生の対応でこれはね出るか出んか多分、先生次第と思います。でそのことはねあの家族来たら認識もできます。自分の家族が来たらね、娘さんとか、奥さんとか来てるね、テーブルで普通にね家族のランランみたいな感じで普通にその場にいます。こういう興奮暴力ブルーとかそういうのは一切ありません。まあその中でねお父さんどうやこうやって言うたら多分こういう風な机叩いたりすることあるかもしれんけど、まあその人を怒らさなかったら多分こういうのは出ません。僕もねその人が早かったか僕が早かったかわからないけど、退院するまでねこの人とずっと関わっていました、全然こういうの僕にはない、ないです。だけどね看護師さんとかね、ちょっとやっぱり看護師さんはねちょっときつい人もいます。きつい人にはこういうのあるかもしれませんね。でそういうのが病院の中で、情報としてね回って、あの人は危ないってね、そういうふうになってると思います。ね、病院の中でね難しいね、僕ちょっと分からないね。もう脳の病気で社会的行動障害、だから怒らせなくても普通にね優しく接しても興奮したり暴力を振るう、ね、そういう人もおるかもしれませんね。だけど僕が入院してる半年間ではこういう人は見かけなかったね。大声とかこうねクレーム出す人はやっぱりなんか自分がね嫌な思いした時、例えば個室で寝てて、でみんなのテーブルあるとこ、みんなが集まるテーブルがあるんです。そのテーブルの横の部屋やったからね、その人は。なんかこのテーブルはみんな自由時間やから、もう9時ぐらいになったらもう部屋帰らなかったから、その8時半頃とかもう9時近くまでね、みんな、ワイ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 してるんですよ。なこの人ね部屋が隣やからもろにねこの声が
自分の耳が届くから、それでね、イライラして看護師さん読んでね、ブザーかなんかで読んでね、看護師さんがこの大きな声で喋ってるこの人らに注意する。それ分からんでもないですね、隣やからね。だけどもうそのそういう人はもともと自己中を打った気がもうあるんちゃうかな。9時過ぎたらもうね、みんな帰るんで静かになるんですよ。このその時間まで待てないね、待てない、それは自己中心的ね、そういう人かもしれません。これは難しいですね。6次元目を持って、古事記の書来、終わらせてもらいます。またね、次また違うテーマで授業を始めたいと思います。でまた古事記の書来のこういう書来もちょっと取り上げてほしいとかね、これ以外にね、もっといろいろあるんで、その辺もちょっと取り上げてほしいっていう人あればコメントの方でね書いてもらったら、僕また勉強して、ほんでまた入院してた時のね事例とかも交えて話したいと思います。では今日はこれで失礼します。さよなら、また次回の動画で会いましょう。